over. I don't have the stomach. Simple dissection. It's horrible. なんてこと。Dilly-dallying. 警察官がミスター・ダーウィンを逮捕したの。まるで犯罪者みたい。あの警察官は骨まで腐ってる。間違いないわ。ああ、ミスター・ダーウィンの身が心配よ。ミス・ナイチンゲール、彼らがどこへ行ったかわかる？警察官は葬儀の話をしてたわ。場所はわかると思う。ついてきて。ミスター・ダーウィンも気の毒に悩んでおられたのよ。一生をかけた仕事の信用を落とそうとするなんて。ミスター・ダーウィンはもう世界を旅した頃の健康な若者じゃないのに。着いたわ。葬儀はここで行われるの。行って。やめろ！離れろ！おい、何をする？こんな暴力は必要ないだろう。何が目的だ？友人に正直に話してほしいだけ。なあ、不作法なやつだな。非常時には非常手段が必要でしょ。私の手綱が体内で燃え尽きようと。私は蘇りであり、命である。私を信じる者はたとえ死んでも、そして私を信じる者は永遠の命。 This is a pleasant surprise. Do you think it's a crime? I wonder what that's all about.頼まれただけなんだ。老人を逮捕してどことも知れない場所に連行するなんて立派な警察官だこと。さあ、ミスター・ダーウィンをどこに連行したのか教えて。ある男が金をくれて連行させたんだ。なんてこと。移動手段が必要だわ。ですが、それは行きますよ。とても弱ってる。傷の手当てをするまで動かせないわ。ここだわ。攻撃。
彼をお願いね、ミス・ナイチンゲール。すぐに弟とお見舞いに行くわ。おや、誰かと思えば。心配していたんですよ。思ったより元気そうだな。人の価値を決めるのは友人だ。私は君たちのような友を誇りに思う。危険は去りました。ここにいてはどうです。ミスター・ダーウィンは休養しないと。ワイト島でご家族の皆さんと一緒に休養するとも。着いたら次の著作に取り掛かろう。しばらくはおとなしく静養していただきます。知識の獲得はそれ自体に回復効果がある。君からも言ってやれ。その戦いには巻き込まないでくれ。いろいろありがとう諸君。発想は人間同様、自由な時にのみ育つのだ。